祖先形質及び派生形質の様々なパターンを記述する用語と分岐図形等学において原子形質あるいは祖先形質、共有原子形質あるいは共有祖先形質とは2つ以上の分類群で共有される祖先的な形質の状態である。原子形質は通常は派生形質に対して祖先的な形質状態と言及される。 共有原子形質は最も近い共通祖先を持つ考慮に入れる他の分類群にも共有され得る。したがって共有原子形質を共有する分類群が他の分類群よりも近縁であることにはならない。共有原子形質は1950年にドイツ人昆虫学者ビリー・ヘニッヒによって作られた語である。原子形質の概念は派生的な形質状態と 祖先的な形質状態を区別せずに、単に形態学的あるいは遺伝学的類似に基づいて種をグルーピングする危険性を示している。共通祖先から受け継がれた祖先形質は、系統樹のいかなる部分にも存在し得るもので、その存在をもって禁煙関係を表すことはできない。有名な例が、甲骨魚類と軟骨魚類のエラ呼吸である。甲骨魚類は、 軟骨魚類よりも肺や皮膚で呼吸をする四足動物に禁煙であるが、エラによる呼吸は魚類によって共有されており、脊椎動物の共通祖先で存在したエラ呼吸が、四足動物では失ったものと考えられる。しかし共有する形質状態のみに基づけば、甲骨魚類は四足動物よりも軟骨魚類に禁煙であるという結論を出してしまうことになる。 ありがとうございます。